まさかな。ん？ウォルド、妙な顔してどうした？なあさ、その噂ってやつを聞かせてくれないか？ああ、構わねえぜ。ロザへの報告のついでだ。弥勒邸には妙な噂がある。こんな話だ。うん。おたけびさん。何がかかってるんだ？何もかかってないのかねえ、奥さん、弥勒亭をご存知？童話作家の弥勒八雲先生が一人で住んでるあの古いお宅のことよ。最近あそこから奇怪の叫び声が聞こえるんですって。一度や二度じゃないの、毎晩よ、毎晩。それでね、近所のワイコさんが苦情を言いに行ったらしいの。奥様だけど、あのお宅ってインターフォンがないのよ。仕方ないから彼女ドアをノックしたんだけど、いくら叩いても誰も出てこないんですって。それから日を改めて何度か訪ねたんだけど、いつもお留守なの。けど中に誰かがいる気配はするのよね。だからワイクさんとうとう頭に来ちゃって。中の人間に気づかせるため、弥勒亭の窓に物を投げちゃったの。警察呼べよ。その前によ。やば。そうしたら突然、2階の窓にふっとともりがついたんですって。そしてね、消え入りそうな小さな声が聞こえてきたの。中を覗かないでください。声はね、何度も何度もか細い声で頼んできたんだって。中を覗かないでください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 。中を覗かないでー。おたけび声を聞いたワイクさんなんだけど、その後、頭の中でおたけび声が止まないって、ずっと苦しみ続けてね。最後は、ノイローゼで自殺しちゃったそうよ。やばい。という内容の噂だった。いかにもそれっぽいだろう。怪談や童話の一つの典型、禁止系の話だな。見るなと言われたものを見てしまって、恐ろしい目に遭うパターンだね。鶴の恩返しやパンダラの箱などが有名だ。そのおたけびの主が、かくやの言ってたおたけび作家なのか。知らず知らずのうちにかくやの名前が口からこぼれてしまった。バカか。もちろんそれを聞き逃すバンやロゼでもない。俺の、かくやに会ったのか。ああ、さっきな。おい、なんで隠しやがった？全部俺に話して言っただろうが。そう来るな、やば。怪異な追跡は死の危険がつきものだ。気遣いしてくれたのかもしれないだろう。けど俺の、それは不要だ。私もバンも、自らの意志と覚悟で、怪異を追っている人間なのでね。変な配慮はいらないよ。正直に話してくれ。こうなったら仕方ない。つい先刻、各家からの聞いたおたけび作家の話を伝えた。ふふ、なるほど、興味深い。まさか、おたけび作家なる怪異が、弥勒亭に潜んでいる可能性があるとはね。偶然、すごい。楽しそうだな、あんた。なんで弥勒亭を調べてたんだ？大人の事情というやつだよ。君がいい男だと分かったら、その時に教えてあげてもいい。この女は秘密主義なんでな。俺だって弥勒を調べると頼まれただけで、詳しい話は聞いてない。バンは大人だけどいい男ではないからな。私は若い子が好きなんだ。枠を抑えた男に興味はないよ。それで他にめぼしい情報はないのか？調べ始めたばっかりだって言っただろうが、そう簡単に情報が集まるか。ミラカ本人に話を聞こうにも、長い間留守らしくってな。取材旅行にでも出かけてるんだろうよ。ずっと留守か。もう死んでるのかもね、ミラ君。死んでるだと。さっき話した通り、怪を生むのは死者の怨念だ。なら童話作家の弥勒が死んで怪にされたと考えれば筋が通る。おたけび作家だしな。こら、ありがたんすんな。弥勒の死亡届が出てねえのは確認してる。一人暮らしという話だし、孤独死の可能性だってあるだろう。これはもう言ってみるしかないな。おいおい、ずいぶん到達だな。言ってどうする気だ。調べるに決まっているだろう。方法についてはご想像にお任せするよ。淑女の口からそんな恥ずかしいこと言わせないでほしいな。まさか、不法侵入か。まあ、そういうことさ。何の言い換えて。弥勒は留守にしろ、死んでるにしろ、忍び込むにはこう使うと言える。楽しい夜になりそうだね。はい。君も楽しそうで何より。君が角屋と遭遇した以上、死のタイムリミットは始まっている。悠長にしている時間がないのも事実だ。ご決に休むは何とやらさ。まあ、はい。どんな日にいる何とやらの方にならなきゃいいがな。まあ、行くしかねえよ。クラス家を出ると駅前までやってきた。夜も随分更けてきたようだ。店舗の多くはもう閉まっている。やはり夜はいい。日の光というのは苦手でね。特に夏の日差しは刺激が強すぎる。12秒か。紫外線が怖いなら、そんな覚悟しなきゃいいだろうが。ほら、さっさと弥勒島へ向かうぞ。お、待ってくれ。俺は弥勒亭の場所を知らない。おっと、そうだった。弥勒亭は吉祥寺の空外にあってな。ここから歩くと時間がかかる。屋敷の近くには駅があるから、電車で行くのがベストだ。晩に弥勒亭の場所を教えてもらった。同じくないだから住所だけでも場所はなんとなくイメージできる。あとは現地集合でいいだろう。並んで歩くには不思議なメンツだ。ああ、異論はない。若い子だけならともかく、無才中年男で夜道を歩くのは遠慮願いたい。せっかくの気持ちのいい夜が台無しだ。それはこっちのセリフだ。派手な格好の女と歩く趣味はねえよ。30分後に玄関前に集合だ。いいな。ついてくるのか、結局みんな。バンとロゼはバラバラに改札の方へ向かっていった。俺も行くか。はい、おたきび作家の情報は更新。ルドという女には怪しげな自称マジシャン。童話作家。弥勒や雲が住む一人で。機械の叫び声が聞こえる。苦情を言いに行く。許す使ってる？なので窓に物を投げた人が、2階から何度も中を覗かないでください。頭の中で雄たけびが連行。ノイローゼになって自殺。いわくつきって感じ。教えられた住所の最寄り駅までは電車1本。運よく最終電車までは時間がかかった。だが駅までは難なくたどり着いたものの、弥勒亭のある高級住宅街には似たような風景が延々と続いており、途端に道が怪しくなった。ようやくそれらしい建物を見つけるまで随分と余計な散歩をしてしまったようだ。いや、来たね。別にこの人とは一緒に行ってよかったんじゃないの。敷地内ではすでにロゼとバンがこちらを待っていた。遅えぞ。何してやがった。調査に使える時間が限られてんだ。下手打つと何もできねえぞ。時間が？なんでだよ。この辺では昔からたびたびおかしな事件が起こっててな。そのせいでここは警察の重点巡回区域に含まれてんだよ。また警察だよ。マジかよ。厄介だな。ああ、だがこっちの下調べで巡回時間も大体把握している。次のパトロールが来るまでの間が勝負だな。その間にこの屋敷を調べてずらかればいいわけか。そういうこった。完全な不信入だが背に腹は変えられん。今日はここに来るまでに手間取ったからそんなに時間はねえぞ。2、3時間あれば空き巣には十分だよ。誰が空き巣だよ。調査と言え。バンの講義など全く意に介さない様子でロゼは話を続けた。なんか一気に周りが大人になったせいで子供6やん。見た感じそう広い邸宅でもないから焦る必要はない。ま、イレギュラーがなければだけど。イレギュラー？予想外の出来事のこと。特別なセキュリティがあったり地下金庫があったりとかいろいろさ。ま、空き巣ではよくある話だけど。なるほどな。だけど空き巣じゃねえよ。ふふ、なんでもいいじゃないか。どうせやることは同じなんだろう。さて、それではどうしようか。この屋敷を調べる。どうすれば何も決まってんだろう。そしてどちらかと同行だろう。どこから手をつけるのか、な話さ。楽屋遊びの当事者は俺のだ。君が決めてくれ。なあ、わかったよ。あ、まあ、間違いかもしれましょうか。ポスト草むら玄関2階の窓。まあ、まず関係なそうだから生垣は長らく定義されてない。あちこちに脱走焼かれている歯が見られる。この草むら飲み放題に伸びた雑草。この2羽も長い間放置されている。雑草の中をつま先で下がると硬いものにぶつかった。切り出してみるとそれは木の表札だった。朽ちた表札黒ずんだ表面には魅力と書いてあるようだ。うん。じゃあ郵便受け。郵便受けの中を見てみたが何も入ってない。2階の窓。変わった形をした飾り窓がある。よく見るとこの家、変な形だな。改めて眺めてみると、和洋折衷とも言いづらい、奇妙な建物だ。日本の伝統的な建築方法で建てたアルプスに立つロッジ、そんな印象だ。接種のこだわりなんだろうが、2階建てで普通あんな屋敷にはしねえよ。確かに。飾り窓があるのは屋根裏の中もな。だとしたら随分広い屋根裏だな。うん。屋根の下すべてがそうだとしたら、軽く2部屋分ぐらいの広さはありそうだ。噂話に出てきた窓はあれかな。何か投げると2階の窓に明かりがつくか。1階の窓ならわざわざ投げる必要もねえし、多分そうだろうな。じゃあ、ないよ。じゃあ、まあ、玄関。重厚な作りの引き戸。朝にはうっすらと埃が積もっており、しばらくは誰も触れていないことがわかる。確か噂話では、戸口を叩いても誰も出てこない。そんな話になってたな。別にノックをするぐらいは問題ないだろう。気持ち強めに戸を叩いてみた。何か反応がないかじっと様子を伺う。入ってますか？まあ、出てこないよと。反応なしだね。情報通りだな。この屋敷の様子から見ても、魅力あるスタって話は本当らしい。はい。じゃあ、どうする？念のため戸を引いてみる。当然と言うべきか開かない。鍵がかかっているようだ。仕方ない。破っちまうか。おい、いきなり強行突破かよ。怖いもの知らずにもお手軽になる貴様。ふふ、面白い子だね。そういう大胆な発想は嫌いじゃない。けど焦りは禁物だよ、俺の。もう少しここを調べてみよう。例の噂話の件もあるしな。噂って確か、近所の住人が屋敷の窓に何か投げた、だっけ？そうそう、それだよ。私としてはぜひそれを検証しておきたい。そうだな。やりましょうか。自分やりますよ。自分今まで何度もそうやってきたんで。じゃあどうすればいい？石かなんか拾うってこと？どうすればいいの？もう一回扉？なんだ、どうすればいいんだ？窓に石を投げる的な感じじゃないの？どういうこと？何をどうすりゃいいんだか。表札投げるってこと？あ、おわあ。これなら窓に直撃しても大した被害が出ないだろう。まさか投げんのかよ。マジで投げるとは思わなかった。ああ、噂の通りやってみる。本当に何かやばいやつがいるのか、まずはそれを確かめたいからな。勇気があるね。ガイと対峙して生き延びるには欠かせない素質だよ。何でもいいが手加減しろよ。分かってるよ。できるだけ近くに投げたいが、窓への直撃は避けたい。慎重に狙いを定めると窓の壁面めがけて表札を放り投げた。乾いた音を立てて、ほぼ狙い通りの場所へと命中した。表札を失ったと。ナイスピッチ、いい形してるな。さすが今年のドラフトの目玉。悪い、俺野球知らねえんだ。そんなぐるぐちを叩いた時だった。空気が変わった。お。あ、そんなちょっと可愛らしい声だったの？今なんか聞こえなかったか。ああ、じゃあ、本当に鶴の恩返しみたいな感じ？声の下を見るといつの間にか窓に明かりが灯っていた。光の中に浮かぶ影は鶴のようにも見える。そうだね。可愛らしい声が。再び消え入りそうな声が聞こえた。覗くな。バカ言いやがって。このまま黙って引き裂かれるわけないだろう。おい、俺の。この屋敷に何かがいるのは確実だ。そうなりゃ遠慮は無用だ。強速突破、行くか。自分行きますね。おい、やっちまえ。おいおい、男爵、落ち着きたまえ。派手な真似をすると通報されかねない。確かに。どうせ何か考えが。私が鍵を開けてあげよう。開けないの君。缶詰じゃねえんだぞ。気安く言うな。そんなに簡単に開くもんなのか。こんな鍵ないも当然だよ。もっと玄関に鍵をかけるべきなのに、みんなさっぱりなんだ。ああ、そうそう。黒ウサギのオーナーに言っておいてあげてくれ。あそこのもないも同然だと。そういうことか。勝手に開けやがって。さすがマジシャン。とんでもねえやつだ。道徳の授業はねじたのか。あいにく学校なんてものと無縁な生活を送っていたものでね。こいつじゃあ学歴低いの。バカじゃん。ロデは懐から道具を取り出すと手早く作業に取り掛かった。もしかして小卒？見ていると、大和神宮で天の目と行ったピッキング行為を思い出す。だが、ロゼのそれは俺たちよりも手際がいい。手慣れてるな、あんた。マジで空き巣やってたんじゃないか。おいおい、失敬だな。ロゼは先端の細かくなった工具で鍵穴をつつきながら答える。手先が器用ならマジシャンとして当然だろう。そりゃそうだろうが。脱出マジックならともかく、鍵開けマジックなんて聞いたことねえぜ。ふふ、気になるかい。でもプライベートな質問はノーサンキューだ。よし、開いた。もう終わったのか。大したもんだな、あんた。ふふ、年下の子に憧れの眼差しを向けるのは気分がいい。なんなら私に弟子入りするかい？はい、今後とも末永くお願いします。なんだよそれ。マジシャンやキスになる予定はねえぞ。そっち方面も悪くないが、君に期待しているのは霊的な方面だ。優れた才能があるようだからね。弟子には。おい、さりげなく弟子扱いすんな。弟子は師匠が取るものだからね。君の都合は関係ない。ひでえ。どういう後話をしてんじゃねえぞ。会いたんならそろそろ会いちまうぜ。こんな場面も見られちゃまずい。弁明なし、宴会のしようがねえ。ああ、わかってる。東京よく引くと中からひやりとした風が吹いたような気がした。生唾をごくりと飲み込んだ後、屋敷へ足を踏み出す。魅力亭の中は古い日本家屋らしく、湿ったカビの匂い、空気に満ちていた。随分と長い間換気がされていないようだ。待て、俺の。視線を感じる。気をつけろ。視線？中を覗かないでください。わあ。あぴゃはー。ありゃー。突然甲高い大音響が耳を貫いた。とっさに両耳をするか、頭上から響く音首はやすやすと防御を突き抜けて脳に突き刺さる。おお背後でバンとルズの体が崩れ落ちた。マジかよ。このままじゃ死ぬ。マジ？頭の中で荒れ狂う音の嵐に翻弄され、意識が次第に遠のいていく。おたきび声は突然やんだ。なんだよ今のは。ちくしょうめ、まだ頭がガンガンしやがる。これが例のおたきび声なのか。あと5秒続いたら脳が爆発してたな。ギリギリ助かったぜ。いや、そうとも言えないだろう。噂話だドタキャビ声を聞いたワイコ女子は自殺してしまったようだからね。それらしくなってきやがった。今更逃げたいなんて言うなよ、俺の。バカ言うなよ。おっさんの奥そう、顔が真っ青だぞ。生意気な口を叩けるなら上等だ。向こうがその気になってるんなら、こちらも遠慮はいらないな。早速、物色ではなく調査を始めようか。それほど広い屋敷でもないようだし、片っ端から調べてみよう。ああ、だがその前に見張りを立てるぞ。このままじゃ巡回が来た時に袋のネズミだ。だな。まずいことがあったら、すぐ俺の携帯にかけてくれ。ああ、心得た。それじゃあ俺の、どちらと調査に行くのか選んでくれ。まあ、ロスの方が霊感とかそういうの強そうだし、素人といるよりは。問題ない。あと、いいようなと言いたい。問題ない。では晩見張りを頼んだ。わかった。それじゃあ後でな。ロス、貴様勝手をするんじゃねえぞ。バンは外へと出て行った。では行こうか。言いましょう。片っ端から調べましょう。ドアを開けてみるが中には一足の靴も見当たらない。その代わり真っ黒な筒状のものが隅に転がっていた。隅です。竹炭。なかなか立派な隅だな。弥勒という恩人は、趣味人だったらしい。下の段も調べてみると奥の方には缶が転がっている。手に取ってみるとスプレー缶。どうやらカラースプレーのようだね。こんな妙な場所にある以上、画材というわけではないだろうな。でも、うちの下駄箱にもカラースプレー入ってます。これは何なんだ？なんかをかけるためのやつか？正面の土壁に一枚のすり板が広がっていた。近づいてみると、板の中央やや上寄りに釘が一本打ってある。これは何かを引っ掛けるための釘のようだ。え、これ、仕掛け扉じゃないの？これ、なんだと思う？普通に額だと思うが、こういう平らな額は立体構造物を飾るために使われる。額？絵を飾るあれか。別に絵を飾らず、何でも飾れる。うちも、あれありますよ。実家。そこの釘に引っ掛ければ、はい、完成。何でも芸術品に早変わりだ。それでいいのかよ。適当すぎんだろ。デュシャンの泉以降の芸術は、まで説明するのは脱線しすぎか。まあ、ともかく、何かを飾るための板さ。はい。扉が2つ。寝室の扉を開き中に入った。入っちゃうんだ。なんか膨れてるよ。あれは怪しい。なんかある。バレエ教室？薄気味悪い寝室には場違いな派手な色のチラシが床に落ちてた。気になったのでそれを拾ってみる。チラシを取るとざっと内容を確認した。吉祥寺バレエスクール定期発表会。1999年3月3日、吉祥寺中央ホール、会場13時、開演13時半。チラシの中央では白い服を着た少女が足を高々と上げてポーズをとっていた。児童バレエの発表会のチラシみたいだ。うん、児童バレエか。この屋敷の雰囲気と全然すごわないね。日本武道ならともかくな。上手な感想を聞きながら再びチラシに目を通す。第1幕、商品集バレエコンサートか。第2幕、ラクデスか、ケーナわ、ごめんなさい。わかりません。第2幕では、トゥーシューズにはまだ早い少女たちが元気いっぱいに演技します。白い裸足をキュートな色に染めた少女たちの熱演をぜひご観覧ください。第2幕のとこに書いてある英語、どういう意味なんだ？読めまってぬ。それは英語じゃない。フランス語さ。ラクデスケール。つまり、アヒルの湖だね。名前からすると、白鳥の湖を元にした創作バレエだろうな。こいつフランス語わかんの？偏差値高いじゃん。ごめん、学歴ないとバカにして。幼いバレリーナが白鳥ではなく、アヒルを演じて舞い踊るんだろう。優美さではなく、元気の良さをテーマにした演目なんだろうね。なんか、しょぼい感じがするな、アヒルだと。おや、そうかい？あのずんぐりとした白い体に、黄色くかわいいくちばしと足。白鳥よりよっぽどかわいらしいじゃないか。標高丸なんていかがでしょうか。同じく、可愛らしいんじゃないでしょうか。もし私にプレゼントをくれるなら、白鳥よりアヒルの方がいいな。誰もプレゼントなんてしてねえよ。念のためチラシを持っていくことにします。ベッド。洋風のベッド。ベッドの周りを調べると、ベッドの下から毛を束にしたようなものを見つけた。硬い毛の束。何ですかこれ。これなんだよ。うん。これは、多分馬の毛じゃないかな。ああ。有名なところだと、バイオリンの弦とかに使われているものさ。そうだね。なんでわかるんだよ。楽器を習ってたからな。こう見えても生まれが良くてね。芸術など関するものは一通り教養として学んだ。もちろん音楽も。まあ持っていくといい。何かに使えるかもしれない。そうだな。まあちょっと探索は途中なんですが、こう気になるものもありますが、ちょっとこの辺で一旦切っときましょうかね。まあ次回も探索から続くと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。ひよこまるでした。さようなら。